ことになってたんだね。大変だったのよ。あ、そうだ、ののは舐められたりしてないわよね。舐め。よかった、ののも大丈夫みたいね。これで夏目は勢揃いだね。ありがとう、キララ。そうね、ちゃんとお礼は言っておかないと。そんな。でも、なんとか勝ててよかったです。後の問題は、クリエ刑事ね。はい、カルダモンさんは、クリエ刑事がどこにあるのかは知らされてないようでした。例えば、誰かが捕まっているならその人のパスを追えばいいけど、今回はそうもいかないからね。なら、今度は私たちが頑張る番だね。探し物は占いの得意分野なんだからね、ナナ。うん。もしかしてナナ、キララたちが相手でも緊張してるの？その、少しだけ。チアちゃんたちを見てたら怖がらなくて大丈夫だってわかるんだけど。やれやれ、まあ僕は驚かれ慣れてるから構わないけどね。そうなの？ああ、けどそういえばチアたちは僕を見ても全然驚かなかったよね。確かに言われてみれば驚いてもおかしくないわ。マツコさんで慣れちゃったせいかしら。マツコさん？僕みたいのがそっちにもいるっていうのかい？ののが得意な占いは人形占いなの。マツコさんはその裏物であり、のののパートナーでもあるのよ。なるほどね。って、ちょっと待ってくれ。どうしたの？何か引っかかるところでもあったかしら。もしかして、僕は人形だと思われているのかい？違うの？てっきり、ランプが操ってるのだと思ってたわ。違います、私人形占いなんてすごいことできません。すごいなんてまだ全然上手じゃないし。ランプ、その言い方だと人形が否定できてないからね。ねえノノ、せっかくだし占ってみたらどうかしら。私が？大丈夫よ、ノノの人形占いもとっても素敵だもの。私もノノ様の人形占い見てみたいです。ほら、ランプもこう言ってるし。じゃあやってみる。それに助けてもらったお礼もまだ全然できてなかったから。ランプちゃん、占うのはクリエ刑事の場所でいいのかな？はい！クリエ刑事は大きな檻で、皆様をこのエドワリアにつなぎ止めてしまっているくさびのようなものです。それを壊すことさえできれば、皆様を元の世界へお返しすることができます。この迷路は、おそらくオーダーの影響によるものだ。クリエ刑事を壊せば、この迷路も一緒に消える。そうすれば僕たちも先に進めるようになるからね。そもそも迷路ならちゃんと出口を作っておきなさいよね。進む難度は異様に高いし、まともな道で来てるわけじゃないもの。そうだったっけ？床をひっくり返してみたり、天井裏に行ってみたり、本棚を伝ってみたりで楽しかったよ。あれを楽しいって言えるのはチアみたいな体力お化けだけよ。話がそれちゃったわね。とにかく
早く探しましょう。ナノ、任せたわよ。うん、頑張る。たたりつがれし、かたしろの人がだがたり、物語わがかたわらのかたわれよ、いずこにあらんくさびおり。綺麗な声。ノノはなんで急に歌い出したんだい？歌占いでもあるのかい？ノノ様が口にしているのはノリトです。神様にお伺いを立てるためのもので、やり方はいろいろあると聞いています。こんな風に流れるように紡ぐのは、ノノ様の優しさが出ていて私は大好きです。人形占いは戦車と人形が対話をすることで求めているものを導き出す占い。もちろん向き不向きだったり相性はあるけど、その点でノノとマツコさんは何の問題もないわね。これまでずっと一緒にやってきたんだもの。そう考えるとランプはマッチと占いができるかもしれないわね。ずっと一緒だったんでしょ？いや、だから僕は人形じゃないから。まずは左かな。ぐるぐる回るけどたどり着けるよ。うん、ありがとうマツコさん。みんなこっちだよ。今人形が喋ってなかったかい？よし、私も負けてられないわね。二回転半して左上よ。私の思春期を迎えた振り子揺れる14閉じを信じなさい。こんなにも短い間に二度も呼ばれるとは思わんかったな。ごめんなさい。でも大変な事態なの。ここから抜け出すにはあなたの力が必要だから。まったく。じゃあが、呼ばれたからには力を貸してやろう。4番目の通路を右に入って2つ目の扉じゃ。ちゃんと褒美のお上げを用意するのじゃぞ。占っても占っても迷路が続くわね。はい、ちょっと疲れたかも。クリエ刑事の手がかりも少ないし、戦力を使いすぎたのかもしれないわね。なら私に任せて。チア、一体どうするつもりなの？みんなみたいにうまくできるかわからないけど、私だってうららだから。私だって何か力になりたいもん。今こそこっそり練習してきたあの占いを見せてあげる。それってまさか。いでよクロウ、クリエ刑事の場所をこの目に見せて。出た、チアのとっておきクロウ占い。チア様かっこいいです。チアちゃん。それで何か見えたのかな。ダメだ、失敗しちゃったみたい。何にも見えないよ。やっぱり私占いでは全然役に立たないね。みんなごめんなさい。チア、そうだ、あれなら。コン、何か思いついたの？ええ、力を貸してくれるかしら。うん、どうしたらいいの？こっくり占いをしようと思うの。みんなで一緒にね。そっか、あれならみんなで一緒にできるよね。私たちはもう随分戦力を使ってしまったけど、みんなの力を合わせればきっとできると思うの。ランプたちも力を貸してくれる？
私もですか？いいんですか？もちろんよ。その代わりみんなが集中する必要はあるけどね。あー、僕の体じゃ邪魔になっちゃうかもな。マッチはランプに抱えられてかしらね。まあそれでもいいなら。みんな効果の上に人差し指を重ねて、雑念を払って知りたいことだけを思い浮かべて。知りたいこと？クリエ刑事のことだね。僕たちが一番知ってるんだ。集中しないと。うん、そうだね。準備はいいわね。じゃあ始めるわよ。キキもカイカイお招きします。ごっくりごっくりおいでませ。お、お、ひ、ろ、ま、おひろま。お狐様に慣れちゃってると結果が単語だけってもどかしいわね。ランプ、今の占いが何を、いえ、どこを指しているかわかる？大広間、神殿でそう呼ばれる場所は一つだけです。そこにクリエケージがあるんだってコックリさんは教えてくれたんだと思います。やっぱりそういう場所があるのね。その手がかりがあればきっとすぐに正しい道が占えるわ。もしかしてここって？そうです、ここが神殿の大広間です。でも誰かいない？います一人。これってパスを感じ取れるキララがわかるのはいいとして、どうしてチアも気づいたのかしら。野生の勘ね。野生の勘か、そういうのも悪くねえな。誰？その耳、さては獅子占いなの？獅子をその身に宿してるの？落ち着けよクリエメイト。あとこの耳は生まれつきだ。やっぱりジンジャーさんだったんですね。ああ、キララたちも久しぶりだな。どうしたんですか？近くから金髪の気配がするぜ。そこの隠れてるジョーちゃん、出てきな。私ですか？ああ、これはいい金髪だな。ありがとうございます。キララたちの知り合いなの？ええ、七賢者のジンジャーさんです。七賢者？つまり敵ってことじゃない？待ってください、ジンジャーさんは七賢者なんですけど、助けてくれたというか、なんというか。この間だって助けたわけじゃねえよ。それに今日だって、私は敵だぜ。あ、どういうつもりですか、ジンジャー。アルシーブに頼まれたからな、クリエ刑事を守れって。アルシーブ側につくことを選んだというわけなんですね。まあそう見えるよな。それで構わねえ。確かなのは、私を倒さないとお前たちは先に進めないってことだ。今度は隙をついてクリエケージを壊したところで拳を下ろすつもりはねえ。一つ確かめさせてもらうぜ、お前たちが本当に強くなったのか。さあ、戦いの始まりだ。おテント様にお祈りするで。ほら、
手加減はしません。かねえな。これが修行の成果。クジャークレン最終進化形態です。みんなしっかりやろうね。桜は私たちにとって特別な花なんだ。守るものがあるやつは強いぜ。みんな今だよ。みんな今だよ。わっ、なんですか。いけません。皆さん、お願いします。ありがとうございました。ピアノ、お見越しちょもらい。いきますよ。はい。聞かねえな。つまらぬものを着てしまったぜよ。なかなかやるじゃねえか。お分かりいただけただろうか。